どうも、フリーマンこと、長谷川です。今回ですね、ドミニオン、スマートマティックの評集景気がやばい話です。オチとしては、バイデン氏の外堀が埋まり始めてきたというところなんです。自分がずーっと動画で話しているように、アメリカ大統領選は現在、2020年12月14日までに、連邦最高裁で判決が出るかどうかの状況です。そのため、両陣営のしのぎの削り合いになっています。トランプ陣営は現在、その裁判に向け、証拠固めを行っている段階です。今回は前回も触れた大統領選で使われた評集景気、ドミニオンと新たに出てきた疑惑などに関する話をしていきます。まずは前回話した大統領選で使われた評集景気会社、ドミニオン社の話からです。最初にご紹介するのは、前回の動画を作った後に発見したソースで、これは入れとけばよかったと後悔したものなんです。実はドミニオン社の元セキュリティ担当役員、エリック・クーマー博士に関するやばい話が出てきました。クーマー氏は2016年、自身の Facebook ページに反トランプであり、極左団体であるアンティファの人間だと宣言をしていたんです。アンティファに関しては今回の大統領選シリーズの動画でも自分は触れたように中国が支援をしている噂があります。これだけでもすごいんですが、同じ2016年の8月26日、イリノイ州選挙委員会での会議中、クーマー氏はイリノイ州で選挙システムを管理しているデータに直接アクセスすることはできるか聞かれた際に、はい、もしアクセス権を持っているなら可能と答えたんです。クーマー氏自身の情報もすごいんですが、本当に票数をいじれるのかと自分は驚いた次第なんです。そのドミニオンの投票機に関しては、ニューヨークタイムズに掲載された動画で、とある実験が行われていました。2018年4月、ミシガン大学のコンピューター科学者 J. アレックス・バルダーマン氏がドミニオン社の投票機がいかに簡単に不正操作できるかを学生たちに見せている動画があったんです。長さとしては4分ほどなんですが、実際にその動画を見たら本当に簡単にハッキングができて選挙結果が改ざんされていたんです。自分自身あまりに簡単に票のコントロールができるその動画を見て頭がクラクラしました。そこから現在のドミニオンはどうなっているのかというと、ビジネス特化型の SNS、リンクトインでアカウントを持っているドミニオンのソフトウェアエンジニアたちがなぜか自身のプロフィールを削除しました。しかもそのエンジニアたちは全員セルビアにいるので、これは何が起きてどうなっているんだと首をかしげるばかりなんです。そして話は前回の動画の自分のコメントで追記したドミニオンの関連企業、スマートマティックに移ります。スマートマティックって何ぞっていうところなんですが、この会社はドミニオンの孫請け会社です。その社長であり、米国沿岸警備隊の元大将、ピーター・ネフェンジャー氏は、なんとバイデン氏の政権移行チームに所属していたんです。トランプ大統領はツイッターでこの内容を引用し、This is crazy. これはおかしいだろと投稿。これは完全に利権そのものなんです。さらに、このスマートマティックの件については、トランプ陣営の顧問弁護士であり、元ニューヨーク市長のルディ・ジュリアーニ氏は、ドミニオン社の投票ソフト、スマートマティックは、ベネズエラと中国共産党とつながりがある、と、2020年11月14、15日に、ニューヨーク市のラジオ局と、アメリカのメディア、FOX のニュース番組で発言しました。スマートマティックに関しては、2017年にベネズエラ、2016年には、フィリピンで今回のような不正が起きています。また韓国にもスマートマティックの評集景気が導入されたことがあるそうなんです。正直、斜め上もここまで極まったかという印象を受けました。さらにトランプ陣営に加わった
敏腕弁護士のシドニー・パウエル氏がドミニオンの内部告発に関して動きを見せていました。パウエル氏によるとドミニオン社内の3人が内部告発をし、裏付けのある宣誓をした宣誓供述書に署名。他にもパウエル氏はベネズエラ軍将校の宣誓供述書を持っており、パウエル氏自身はニュース番組でトランプ陣営の票はスペイン、バルセロナとドイツでカウントされていた、これは驚くべきことだとも述べています。またトランプ弁護団のリン・ウッド弁護士は、全ての嘘が明るみに出るだろう、共産主義者が地滑り的な大統領の再選を盗もうとしていることに関わっている、ジョー・バイデンは最終的に刑務所に入れられる予定で、たくさんの仲間たちもそうだ、ヘドロは書き出される、問題は解決されるとツイッターで投稿。これも強烈なメッセージなんです。これだけでもすごいんですが、トランプ陣営はネバダ州で投票した1万5000人以上が別の州でも投票した証拠を発表。また2020年11月17日の段階でトランプ陣営はネバダ州に対しバイデン氏の勝利を宣言しないように求める訴訟も起こしました。他にもカリフォルニア州のロサンゼルス郡では2人が不正選挙で逮捕。そのうちの1人であるカルロス・アントニオ・デ・ブルボン・モンテネグロ容疑者は8000件以上の不正な有権者登録申請書を提出。それからこれが特に個人的にすごいなぁと思ったのが、ミシガン州の共和党の選挙検査人が子供をネタに脅迫をされていたんです。これは実際に映像も残っているんですが、共和党の女性検査人のモニカ・パルマー氏の子供をネタに、民主党員のアブラハム・アイヤ氏が脅迫をして、ミシガン州の開票結果に影響が出たんです。正直ここまでするかと自分は本当に首をかしげました。そして昨日2020年11月18日の段階でトランプ大統領は国土安全保障庁サイバーセキュリティインフラストラクチャーセキュリティ庁のクレプス長官を解任しました。これはクレプス氏が情報機関のコンピューターとプログラムでトランプ大統領からバイデン氏への票の書き換えに関連しているからではないでしょうか。他にも今日2020年11月19日の段階ではトランプ陣営がウィスコンシン州の一部での票の再集計を求めています。これらのトランプ陣営の訴訟、票の再集計のための費用が相当にかかっているという話も出ているんですが、本当に怒涛の動きを見せています。それにもかかわらず日本のメディアは相変わらずバイデン氏有利の報道をしていて、 NHK はトランプ陣営に対する悪い印象操作をニュースで行い、 NHK 国際部公式ツイッターのヘッダーでは2020年11月17日に BLM を掲げた現地の女性の画像を投稿。数時間後に画像を差し替えられたそうなんですが、露骨にも程があります。アメリカ CNN でも女性アンカーのクリスティアン・アマンプール氏がトランプ大統領とアドルフ・ヒトラーを同じように扱ったそうなんです。アマンプール氏はその後この件について後悔したそうなんですが、いくらトランプ側を発動させたくてもやっていいことと悪いことがあります。もういろいろな意味でぶっ飛んでいますが、今のトランプ陣営の動きは自分が何度も話している2020年12月14日までの連邦最高裁判決に向けた世論形成になります。これで既存メディア側もだいぶ動揺しているんですが、バイデン陣営も焦りが増していると思います。そんなわけでバイデン氏の外堀が埋まり始めてきたんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。